い、イスラエルに来て最初のご飯がケバブみたいな来たですね。と、なんかラム肉です。結構持った感じずっしりして重みありますね。乗り継ぎ乗り継ぎでろくなものを食べてなかったんで、がっつりといただきたいと思います。おいしい。ラム羊ですけど全然臭みがなくて、もともとラム肉好きなんですけど、おいしいですね。結構サラダも野菜も盛り込まれてて、結構肉たっぷり入ってる。これは当たりです。うん、香辛料で結構味付けされてるんですけど、辛くなくて、臭みもなくて柔らかい。肉全開です。肉てんこ盛り。これで35シケルなんで450円ぐらいですか。まあ500円ぐらい、全然いいですね。おいしい。おいしいってイスラエルの言葉で何て言うのかわかんないんですけど、ちょっとそれぐらい覚えてリアクションしたいです。